はい、皆さん、お疲れ様です。ウィニングポスト戦、前回からの続きやっていきたいと思います。現在ですね、8月の第1週目になっておりまして、2冠馬となっております。アンタレスの方が、9月の第3週中山セントライト記念、こちら菊花賞に向けてですね、3冠目指しての最後の滑走になるかなと思いますけども、そしてオールカマー、そして札幌記念と、まあ、夏競馬ならではの、開催されている、重賞制覇を目指して今回はやっていきたいと思います。さあさあさあ、2着ですか。体重の効果で柔軟性が勝ったね。お、いいね、いいですよ。さてさてさて、まあ8月後半まではね、あんまりやることがないので飛ばしていきたいと思います。まあ、8月はね、しっかり、休養だったりとかね、そういったところに合わせてって感じかなと思います。札幌記念に我々の馬が5頭もやってますね。フラッシュが7月の3日の使ってるんだよな。みんなもね、惜しいとこ見切るからね。オッケー。お、勝ちましたね。陣急するだけで勝ちました。いいね。なかなか全部のレース見てるとね、なかなか進まないんであれですけど。さあ、札幌記念ですね。まあここはやっぱり秋競馬につながるレースを見せてほしいところですけどね。さあ札幌記念ですね。7番人気、6番人気、8番人気ということなので、ちょっとダイジェストの方で見ていきましょうかね。まあ、G1 馬もね、出走しますから、まあ、そのあたり、ね、ソフィゴージャス、先頭、外からステートバウンティ、ここで先頭に立ったステートバウンティ、後方から一気にエンディウィナー、ステートバウンティ、2着かな、先頭はステートバウンティ、1着でゴールイン、2着にはどうやらエンディウィナー、3着にツリーコット、ね、なかなか見事に勝ちました、ステートバウンティ。セントライト記念まで一気にいけるかもしれないな。よしよしよし。いや、ほんと調教マジ大事だからな。はいはい。お、イベントだ。ハズレを引いた。よし。さあ、サンクレーとオルフェーブルとデアリングタクト、そしてユーバーレーベンと、スライドサイト、まあこれステイゴールド系ですけどね、ちょっと掛け合わせになっちゃってますけども、まあ、この辺りどうなるかって感じですけどね。さあ、いよいよ9月。さあ、1番人気で出走ですね。鞍上ルメールさんですけど。
ルメールさんだけに楽しめるってか、一番人気に答えてほしいですけどね。ウィンドファン先頭待ちかねは直線は長いですけど、どうでしょうか。外からセシルドミニオン、あと 200m セシルドミニオン追い上げてきた。セシルドミニオン先頭、一気に差し切れるか、差し切れるか、差し切れそうだ。エンディドーベル1着、2着にはどうやらセシルドミニオン、エンディドーベル見事一番人気に答えました。さすがルメールさんですよ。そうですよ、ベラハゼルとユーマーレンベンだぜ。刺し切りのね、踏み押しはね、なかなかのものなんですよね。さあ、9月の2週さあ、飛ばしていきましょうかね。さあ、いよいよアンタレスの方がセントライト記念、ローズステークスにはノーベルの方が出走します。ちょっと疲労がね溜まってるんで、ちょっとそこ気になってるところですけども、横浜ジョッキーにお願いしますし、そして新馬戦ですね、イクイノックス産駒、これはガシガシ行ってくれるんじゃないでしょうかということで、期待を込めて優雅川田にお願いしましょう。川田ジョッキーにお願いしましょう。さて、調教してやっていきたいですね。ノーベルが疲労が溜まってるからな。アンタレスかな。よし、さあセントライト記念、まあ菊花賞に向けての大事なレースですからね。さあ見てみましょう。イクイノックス産駒ですよ。天馬ウィンター先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 天馬ウィンター意地を見せる。伸びがない。ウィンドカナメ足を伸ばす。天馬ウィンター先頭、2番手はウィンドカナメ、天馬ウィンター、天馬ウィンター1着、2着にはどうやらウィンドカナメ、3着にクララプリーガル、1番人気に応えました。天馬ウィンター見事です。なるほどね、ちょっと安定性に欠けてる。さあ、新聞の方を見ていきましょう。絆でやりにたくと最有力ということで、さあ、レースの方を見ていきましょうかね。期待を込めて、さあ、中山競馬場日曜日の第10レース、芝 2200m 晴れ両馬場、朝日杯セントライト記念。中山競馬場ダービー馬エンディアンタレス、秋初戦、久々とはいえここは負けられないところ、ね、スタートしました。各馬綺麗に揃いました。中山競馬場の相性がね、いい馬ですから、前に行きそうです。東方太陽、それに続いています。さらにはアップルズウィンド、15番エンキャバン、その後ろ待ちかね夕日、先手を取りました。内からは新世紀スイフト、その外からエンマケール、すぐ後ろにアドマイヤサシエ、アスター彗星、それに続いています。ね、その隣にゴーセンフェロー、ここにインターウィガー、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。アドマイヤリコール、すぐ後ろエリモアピール、前走から久々の競馬となりますが、どうでしょうか。緑の帽子オームパレス、だいぶ後ろに控えてるけどな、どうだろうか。この馬もこのグループ大鳥王子、そのうちに続いています。1番人気のエンディアンタレス、後方につけています。先頭から最高峰までおよそ10馬身、歯止めのない展開になりました。並んで1番ヤシマコーカサス、しんがりからオンスプライズ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から12番新世紀スイフト、一気に先頭に立ちました。すぐ後ろに東方太陽、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は新世紀スイフト、東方太陽、ほとんど差がありません。足は炸裂するのか、最内から。3番手エンディアンタレス、まだ来ない、最内から上げていきます。さあ先頭は新世紀スイフト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。
新生スイフト先頭。いやーこれはどうだ、上がってきた単打ち。エンディアンタレス、もうすでに先頭だ。先頭はエンディアンタレス、ちぎっていく、大鳥をちぎれちぎれちぎれ、逃げろ逃げろ。エンディアンタレス、いや危ない。一着、後ろから迫ってこられてたけど、大鳥オーキッド、三着にアドマイアリコール、これが G1 馬だ、エンディアンタレス。見たか、これが G1 馬ですよ。いやーいい、よかった。いやでも結構来てたね、後ろもね。よしよしよし、あーなんとかね。さあローズステークスですね、前走ドーベル勝ちましたけども、じゃあダイジェストで見ていきましょう。ヨシパーチ先頭、外の方から優勢トースト、さあ先頭に立ったのは優勢トースト、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。200を切った、あ上がってこない、ここで後続が襲いかかる。セシルラリティ、いやー手応え、ちょっと重たいか。セシルラリティ優勢トースト先頭だ、並んでゴールイン、1着争いは接戦になりました。わずかにセシルラリティ大勢有利。いやー9着ですか。さあオールカマーですね、はいはいはい。さあオールカマーには、ジェネシスとフラッシュと、我々の中ではね最も G1 に迫っていた、宝塚記念2着ですからね、ちょっとね頑張って G1 取ってもらいたいところですけどもね、まあ、海外馬はちょっと、さてさあいよいよ、アンタレスの方は菊花賞ですね。3歳馬の中でトップレベルでございます。ここまで世代最強。まあ3連、ここはね、三冠馬かかってますからね、三冠馬が。よし、じゃあちょっと次もオールカマーまでね、いっちゃいましょう。さあ、前走勝っているポケットの方が2番人気ですね。飛ばしていきましょう。4着ですか。さあ、中山、第10レースオールカマーですね、こちらも録画時間の方がねちょっと余裕ありますので、タクトも一番人気ですので、レースの方を見ていきたいと思います。さあ、中山競馬場日曜日の第10レース芝 2200m、天気は雨みたいですね。馬場状態もやや重ということで、産経賞オールカマーの出走です。中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。シックススプーン好スタートを切りました。 USS ケープ、ね、この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのは USS ケープ、番2番手はメドーカフェ、さらにはガードバイ、漆黒の馬体エンディタクト、その後ろ先手を取ったのは USS ケープ、そして大きく離れてアウトオブキュアこの位置です。少し間が空いて、まあ、宝塚記念2着ですからね、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。エスプリモール、その前に進出、並んで10番グリーンミズギブ、大きく離れましたエンディジェネシス、ピンクの帽子アグネスブラー、その後ろその横にエンディフラッシュソウルフェイス、すぐ後ろその隣にロッキーやアリエル、 1000m を通過しました。これはハイペース、前の馬には厳しい展開です。これは隊列が大きく離れました。これに続いてデイドグリロ、そして大きく離れてボーセンホッター、この位置です。ベネチアタワー上がっていきました。最後方にゼルリアンブルー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭を見てみましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として国王の USS ケープ、リードは6馬身ぐらいあります。上がってこれるか、1人旅、2番手はグリーンミネスギブン、3番手にエンディカツ、絶好の手応え、3コーナーをカーブ
ングして、さあこれからです。ユーが川田が押している。先頭、しかし後続も伸びてきた。後ろからタクトが襲いかかる。先頭はエンディパクト。さあ伸びていく。この雨の中を駆け抜けて、2番手はこれは強い、これは強い。エンディパクト、この馬で決まりか。エンディパクト、まさに完勝。今度こそ、今度こそ天皇賞は来るぞ。3着にエンディフラッシュ。エンディパクト見事な勝利です。いやー、大逃げレコード、いやーマジか、レコードだ。レコードタイムでの激勝ですね、小馬身差。やや重だぜ。やったね、この雨の中。コースレコードでした。いやー、天皇賞秋、ほんと、楽しみになりましたね。いやいやいや。さあ、あとも勝ちました、神戸新聞杯。一箇所トライアルね。これはクラシックというか秋の次、楽しみですね。繁殖品バセールか。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。いよいよ次回はですね、10月、これはもうビッグレースですね。秋の菊花賞、天皇賞秋、タクトの方が前走オールカマーめちゃめちゃ強い勝ち方をしたので、これがどんな風に出るかですけどね、楽しみです。いよいよ天皇賞秋、ね、思い出深い実5勝ですからねなんとか取りたいですけどね。はい、というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよね、次回は三冠への挑戦と、天皇賞秋への挑戦、ご期待ください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。